1866年26歳の時にこのカミーユと同棲を始めて、次の年にこの子が生まれてるのね、うん、ところがお父さんがこの結婚に反対だったわけ、モネの、うん、モネ当時まだ売れない画家でお父さんから仕送りもらってたんだけど、結婚認めんって言って仕送り止められちゃって大変貧乏するんですよ、うん、もう本当にお金がなくて、で子供もできちゃって、うん、だから1868年にはもうお金なさすぎて自殺未遂までしちゃったぐらいお金がない暮らしをしてた。でもうパリで暮らしていけなくなって、パリの北の外れのアルジャントゥイユっていうところに引っ越すんだよね。だけど、まあ、そんな貧しい中でも、まあ、頑張ってやって仲間もできて、で1874年には後にその印象派展と呼ばれるね、国の展覧会は俺たちの絵を認めてくれないと、だからみんなで金出し合って自分たちの展覧会開こうじゃないかっつって印象派展を立ち上げたりして、まあ、非常に充実して貧しいながらも幸せな時期だったんですよ。だからこのアルジャンという時代のモネの作品が俺は一番好きなんだよね。ところがですよ、この3年後借金がまた増えて、そのアルジャンというの家賃も払えなくなるんですよ。それで追い立て食っちゃって、もっと遠いベトゥイユっていうところに引っ越すことになるのね。さらにこのラブラブ奥さんが病気がちになってくるんですよ。それでまた大変なことになってきて、しかも次男を妊娠しちゃって、大変な最中にこのモネの家にですね、なんと7人もの大家族が転がり込んでくるんですよ。奥さんはその直後に医者の娘を産んで、でそれで産後が悪くて亡くなっちゃうんですよ。なのにそのオシュデ夫人のアリスっていう人と6人の子供はずっと居続けるんですよ。すごい鈍感というか、その連れ子の一人のシュザンヌさんっていう人をモデルに描いてるんですよ。奥さんじゃないんですよ。この2枚の違いで大事なところは顔があるんだよ。これは明らかに顔が描いてあるんですよ。でそれはよく見ればこの人だっていうことが分かるぐらい顔が描いてあるんですよ。ところがこの2枚は顔がないです。やっていくしかないんだということでね、かつての亡き妻との一番幸せだった頃の思い出の1枚を今の家族で描き直すことによって気持ちの上書きをしようとしたんじゃないかと思うんだよ。人がやっぱりどうしてもそうすると亡き奥さんの面影が浮かんじゃって顔が描けなかったんじゃないだろうかと、その証拠にですね、これ以降ですよ、モネが人物描かなくなると、この連作っていうのはそういうその亡き奥さんへの罪の意識から成仏してくれ、キリスト教徒だから成仏とは言わないけど、そういう気持ちで描き続けたんじゃないかと思うんですよ。でこの一番多く描いたテーマが睡蓮だったというのもね、はい、極楽浄土に咲く花ですよ。でそういうことをこれだけ日本が好きなモネは知らないはずがないですよ、はい、この睡蓮の連作っていうのはこの亡き妻カミーユの鎮魂を祈ってのね、モネにとっての写経なんじゃないかと思うわけですよ。成仏してくれ成仏してくれって願いながらひたすらもうはずを描き続けて、もう最後目見えなくなっても、もう目の手術までして描き続けたわけですから。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。